ブランドン・ロイは、アメリカ合衆国出身の元バスケットボール選手。ワシントン州シアトル出身。身長は198センチメートル。体重は104キログラム。NBA 有数のシューティングガードとして、活躍していたが怪我で一度引退した後、復帰したが、数試合に出場後、2013年に引退した。ニックネームは、ザ・ナチュラル。シアトルのガーフィールド高校時代からすでに優秀な。 バスケットボール選手だったロイは、高校卒業後すぐに NBA 入りする道もあったが、ドラフトへのアーリーエントリーは見送り、大学進学の道を選択する。しかし大学進学的正試験で学力に問題があると判断されたロイは、全米大学体育協会が示す条件を満たすために4回の試験を受け、さらにレストランで時給11ドルの仕事に従事しなければならなかった。 そのため高校を卒業後はワシントン大学へ進学したがバスケットの試合に参加できたのはシーズンの半分が過ぎた2002年の1月からだった1年目は大きく出遅れてしまったものの2年目には先発に定着し以降はチームの主力選手として活躍2005年にはカンファレンストーナメントを制し2005年2006年と2年連続で NCAA トーナメントスウィートを16まで進出した。自身は最終学年となる2005から06シーズンに20点に得点5.6リバウンド4.1アシストの成績を残し、カンファレンスの最優秀選手に選ばれ、う、伝承、ネイスミス賞、オスカー・ロバートソントロフィー、アドルフ・ラップトロフィーの各賞レースでは最終候補まで残った。2006年の NBA ドラフトで、 ミネソタティンバー・ウルブズから全体6位で指名されたが、直後に全体7位で、ポートランドトレールブレイザーズに指名されたランディホイットのトレードが成立した。その年のサマーリーグでロイは平均19得点、シュート成功率65%を上げて、オールルーキーセカンドチームに選ばれた。2007年2月にラスベガスで行われた NBA ルーキーチャレンジのメンバーにも選ばれた。 2007年の新人王選考でロイは1位秒を有効得票128票中127票集めて獲得した。シーズン成績は57試合に出場、平均35.4分出場し、1試合あたり16.8得点4.4リバウンド4.0アシスト1.2スティールを挙げた。1970年代から西の強豪の地位を守り続けてきたブレイザーズだが、 2000年代に入るとチーム内の風気の乱れからチーム成績は悪化の一途をたどり、ロイのルーキーシーズンも32勝50敗と大きく負け越した。しかし、これでドラフト1位指名権を得たブレイザーズは問題の多かったザックランドルフをトレードに出すなど、オフに一気にチームの若返りを観光。新人王のロイ、同期のラマーカスオルドリッジ、 ドラフト1位指名のグレッグ・オーデンラを中心とした新たな体制で翌07から08シーズンに臨み、ロイはエースとしてリーグ最年少チームを牽引する立場となった。過去のトラブルと決別した若きブレイザーズはロイを中心に校長のシーズンを送った。シーズン前半には13連勝してデビジョン主位に立ち、プレーオフ進出も伺える位置についたが、 このシーズンのウェスタンカンファレンスの戦いは、熾烈を極めたため、プレーオフ進出はならなかった。ロイ自身は19.1得点5.8アシストを記録し、オールスターにも初出場を果たしている。2008から09シーズンは、ロイ、ブレイザーズともに絶好調だった。11月6日のヒューストンロケッツ戦では、逆転に次ぐ逆転劇となった試合を、オーバータイムの末残り0.8秒。 スローインからボールを受けると同時にブザービーターショットで締めくくり12月18日のフェニックスサンズ戦ではブレイザーズのフランチャイズ記録の54得点に1ゴール差に迫るキャリアハイの52得点を記録この日は52得点に加えターンオーバーレイという素晴らしい内容だったまた1月24日のニューヨークニックス戦ではブレイザーズのフランチャイズ記録となる10スティールを記録し 2月8日のワシントン・ウィザーズ戦では再び10スティールを記録している。成績はチームトップで総合8位となる1765得点を挙げ、キャリア初の平均20得点超えとなる22.6得点5.1アシストとなり、オール NBA セカンドチームに初選出された。ブレイザーズにとってはクライド・ドレクスラー以来のオール NBA チーム選抜者となった。 若さあふれるブレイザーズは若いチームリーダーの下でまとまり、このシーズンは54勝28敗の好成績を記録し、6シーズンぶりにプレイオフに進出した。2009から10シーズンでは2009年の8月5日にチームと4年のマックス契約に合意、これで少なくとも2013から14年シーズンまでチームに所属することが決まった。ロイは年のオールスターにも選出されたが、 1>, 1月13日のミルウォーキーバックス戦で痛め1週間後のフィラデルフィアセブンティシクサーズ戦で悪化させた右足ハムストリングスの怪我によって出場を辞退した。2010年4月11日には右膝を負傷。その日の晩と翌日の MRI 検査によって半月以下の損傷が認められ、16日には手術を受けた。 その年のプレイオフの1回戦は出場しないと予想されたが第4戦に復帰してチームを勝利に導いている。5月6日にはオール NBA サードチームにも選出されている。2010から11シーズン、ロイは最初の1ヶ月は通常の成績を収めていたが12月に入ると痛めた右膝に苦しめられることとなる。その後チームはロイが 戦列から無期限に離脱すると発表した。これによって周囲はロイが、オールスターレベルのプレーはもうできないと考えた。チームにとってこれは、オフェンスオラマーカス・オルドリッチと新加入の、ウェズリー・マシューズに頼らざるを得ないということを意味していた。2011年の1月17日には、両膝の内視鏡手術を受け2月25日に、復帰すると、ベンチスタートながら延長戦に持ち込む3ポイントシュートを、 含む18得点を記録して、チームの勝利に貢献した。その後は、残りのシーズンをリザーブとして過ごし、レギュラーシーズンの平均成績は12.2得点、2.6リバウンド、2.7アシスト、28分出場、出場47試合という、キャリアで最も低いものとなった。2011年のプレーオフ1回戦でチームはその年、チャンピオンとなる、ダラスマーベリックスと対戦。 ロイは最初の2試合こそシュートし投げ8本中1本成功という結果でチームも2連敗してしまう。ロイ本人もチームで最終オプションとしてプレイするのはフラストレーションがたまると表明した。その後ポートランドに戻っての第3戦では相変わらずのベンチ出場だったが23分出場で16得点を記録しチームも97から92で勝利した。第4戦では 前半終わってわずかにマーベリックスがリードする展開であったが、ブレイザーズは後半開始から15本連続でシュートを外して67から44とマーベリックスに大量リードを許してしまう。第4球、ロイはそれまでの3つのクォーターで3本中1本しかシュートを成功させていなかったにもかかわらずこのクォーターだけで18得点を記録し、 結果この試合に逆転勝利してブレイザーズはシリーズをタイとした。この試合は NBA プレイオフ史に残る逆転劇とされており、ロイもあの時はゾーンに入っていたと試合後に語っている。結局ブレイザーズは第6戦でマーベリックスに敗退するが、ロイの第4戦での活躍は、ロイ自身の来季以降に希望をつなぐ内容であった。しかし2011年のロックアウトが解除されて、 トレーニングキャンプが始まる直前、ロイは引退を宣言した。シーズンオフ中もリハビリに取り組んだが、両膝の状態はプレイできるレベルにまで回復できなかったためである。契約が残っている期間の年俸は支払われることとなった。2012年、ミネソタティンバー・ウルブズと3年契約を交わし電撃、復帰したが、両膝の状態が思わしくなく7試合の出場に止まり、 2013年夏に解雇され、以降は引退となった。2016年6月、シアトル市内の高校のバスケットボール部のヘッドコーチに就任したことが報じられ、指導者としての第一歩を歩むことになった。2017年、ネイスミスハイスクールコーチオブザイヤーを受賞した。アーリーエントリーすることなく大学で4年間プレーしてきたため、 NBA 入りの時点で、すでに完成された選手と評された、シューティングガードとポイントガードもこなせる、コンボガードでありながら、スモールフォワードもこなす、スイングマンでもあり、プレイの幅が広いオールラウンダーである、冷静な判断力とリーダーシップで、若いチームをコントロールすることができるエースで、得点力は年々向上している、ボールハンドリングに優れており、特に、 クロスオーバードリブルのキレは抜群で、パスセンスも非凡である。また、1、2点差を争う試合展開で、彼の勝負強さが発揮され、ブザービーターを決めることが多くある。ありがとうございます。